はい、ゆかです。今回はですね、コクーンのカスタマイズということでお話をしていきたいと思います。ちょっとね、質問があったのでそれに関してお伝えしようと思います。今回はコクーンのですね、ツイッターカードの設定ということでお話しします。これ結構初期設定のところでもですねお話ししてるんですけども、ちょっとツイッターカードのことだけですね、ちょっとピックアップしてお話ししますね。ではですね、ダッシュボードのコクーンの設定というところを開けていきます。そしたらですね、コクーンの設定の OGP っていうのがあるので、こちらを開きますね。で、ここからですね、設定をしていきます。で、OGP のところの設定が、これがですね、SNS 上 Facebook、Twitter とかのシェアされた時にこのページのタイトルとか表示させるところの設定になります。 OGP っていうのはですね、ツイッターカードですね。ここにツイッターだったらツイッターカードありますので、ここからツイッターカードの有効化にチェックを入れます。で、カードタイプっていうのが選べます。サマーリーを、こちらの画像、大きな画像のサマーリーっていうことですね。で、あとホームイメージっていうのを入れれるので、必ずホームイメージを入れていきましょう。で、ホームイメージですね。画像のアップロードっていうのがあるので、ここ、もしねこれ入ってなければ、一番初めの初期だったらですね、初期の段階だとこんな感じでコクーンっていうのが入ってしまうんですね。なので、大体ね、コクーンでホームページ立ち上げた人って結構ブログカードなってたの、このコクーンって出てる人が多くって、まずですね、このホームイメージは絶対変えてあげた方がいいです。自分のですね、イメージするやつなんか画像を、まず選択してもらって、まあ、これね、いいことだったらこんな感じですね。で、ツイッターカードってこれ実際ね、どういう風に出てくるのかなっていうところでわからないじゃないですか。その場合は調べる方法があります。ツイッターのですね、これカードバリデーターっていうやつがあるんですけども、これを、ちょっと URL は概要に貼るので、ぜひこれ使っていただきたいんですね。ここに、表示したい、ツイッターカードで表示したい URL、 例えば私のこのホームページがどんな風に出てるのかなっていうので見たいなっていうことであれば、こんな風に入れていただいて、でエンターを押すと隣にね、実際のこんな感じ、今設定したやつですね。でタイトルと、多分サブタイトルとかが入ってたらサブタイトルも出るのかな、あとはホームページのデータとか入れてたらそういうのが出てきます。でこれちっちゃい方になってるので、これをですね大きな画像に変えてみますね。ちょっとすぐ反映しないかもしれないんですけど、もう一回、これで読み込んでみると、もし反映してたらちょっと大きな方になってますね。もしかしたらちょっとタイムラグがあって、で設定してすぐには出てこないかもしれないんで、そういう時はですね、キャッシュの都合で出ない時もあるので、まあ、キャッシュ消していただいたりとかして、もう一回読み込みにしたり。で多分これすぐ出ないみたいなんで、読み込みの時間をちょっとずらした方がいいですね。っていう感じで、このツイッターのカードってどんな風に出てるのかなっていうのをまずね、こういう風に確かめることができるので確かめてみてください。で必ずここですね、 OGP 設定っていうのをしてあげてほしいなっていうところです。であとさっきの、タイトルとかはここですね、タイトルっていうのがあるので、必ずねここに、サイトの説明とか、まあ、説明まで入れてあげた方が絶対にいいと思います。これですね、メタディスプリクションって言って、先ほどのですね、この辺の説明、軽いサイト説明とかが入るようになるので、必ずここですね、タイトルのところも設定してあげた方がいいかなって思います。フロントページのタイトル、サイトの説明と、あとは、これがちょうどプレビューがありますよね。 SEO だとどんな感じで出てくるのかなっていうので出てくるので、こういうのとかですね、設定してあげないと、ここに反映しないので、必ずですね、ここのOGP 設定と一応このね、タイトル設定というところもしっかり行っていただければなと思います。っていう感じで、ぜひともですね、ご自身のサイトってどんな風に出てるのかなっていうのを確認したい場合は、 Twitter のですね、こちらを使って確認してみてください。という感じで、今回はですね、コクーンの Twitter カードの説明ということでお話をしました。今回の、お話が役に立ったないいなと思いましたら、いいねボタンお願いいたします。今後もこういったブログの情報を受け取っていきたい方はチャンネル登録もお願いいたします。ということで以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。